阪急京都線相川駅は大阪市東淀川区にあります。阪急線内大阪市内で最北端、次の終着は摂津市です。こちらは駅の東口、改札前から道路が放射状に広がります。大阪成蹊大学のキャンパスがすぐのところにあります。成蹊とは、通り物言わざれども下おのずから小道をなすという司馬遷の四季の言葉に由来します。桃やすももの木の下には自然と人が集まって小道を作るように、人徳のある人のもとには自然と人が集まるという意味です。大阪成蹊大学も相川駅から自然と道ができていて、大勢の学生が通っていますね。私立の大阪高等学校も近いです。かつては男子校でしたが、2008年から共学になりました。駅の西口に移動しています。ここに2013年まで阪急バスの転車台がありました。今となっては見ておきたかったですね。西方向へ進んでいくと、駅名の由来となった相川が見えてきます。相川に架かる橋を新京阪橋と言います。なぜ京阪と不思議な感じがしますが、昭和3年に当駅が開業した時、新京阪鉄道の駅だったことによります。こういう形で歴史が残っているのは面白いですね。川の向こうは吹田市です。済生会吹田病院が見えます。全く関係ありませんが、私は済生会吹田病院で生まれました。いや、本当関係ありませんね。ただその時病院は現在の場所にはありませんでした。今吹田歴史文化まちづくりセンターがある場所にありました。改札は東西に2箇所、盛り土の上のホームは2面4線です。かつては学生専用の出入り口がありましたが、現在は閉鎖されています。外側2線が対比線となっており、普通列車が通過待ちを行います。2本続けて通過待ちをすることもよくあります。新幹線のこだまのようですね。ホームが曲線を描いており、ホームドアもありませんので結構な迫力です。相川は京都の亀岡や高槻市の柏地区を水源とし、茨城市や吹田市を流れ、当駅のすぐ南西で神崎川に合流する淀川水系の一級河川です。茨城市内に藍という地名がありますが、その一帯で昔植物の藍の栽培が盛んだったことが川の名前の由来となっています。植物の藍、藍川の藍、相川駅の藍、三つとも漢字が異なるわけですが、まああんまりそこは深く考えなくてもいいんでしょうね。考えたら頭痛くなりますからね。梅田方面、隣は上新城です。1995年に夢見る少女じゃいられないで鮮烈デビューした歌手の相川七瀬さんは上新城出身で、芸名の相川は当駅に由来すると紹介されることが多いですが、本人は何の関係もないと完全否定するそうです。 JR 京都線の JR 総持寺駅は開業前に駅名を募集したところ、最も多かったのはすぐそばを流れる相川だったそうです。おそらく駅名をそうしなかったのは当駅との混合を避けるためでしょうね。2つの駅は結構離れています。当駅は1928年昭和3年新京阪鉄道の吹田町駅として開業しました。新京阪鉄道にとっての吹田の玄関口だったわけですね。その後阪急との合併に伴い吹田東口、阪急京都線の所属となった後の1954年に
相川に改称しました。1日の乗車人員は約8000人、阪急全体で49位です。